マダラエイは、軟骨魚津の赤エイかマダラエイ族に分類されるエイ。太平洋、インド洋の熱帯亜熱帯域に分布する。沿岸のラグーン、川口、岩礁などの深度20から60メートルに生息する。体盤は幅1.8メートルに達して分厚く、背面は小さい突起で覆われる。尾は短く、幅広い尻びれを持つ。背面には、白黒の斑点があり。 おは黒い。夜行性で群れを作ることもある。活発な捕食者で貝類、甲殻類、小魚を捕食する。他の赤衣類のように無体盤生体性。産種数はおよそ7。攻撃的ではないが刺激されると王の毒針を振り回すことがあり死亡例もある。ダイビングや釣りなどで人気がある。繁殖力が低く、根格や 生息地破壊の影響を受けている。サンゴ礁近くの砂底でよく見られる。インド洋西太平洋、ペルシャ湾インド洋では、クワズール・ナタール州から、航海、インド、東南アジア、マダガスカル・マスカリン諸島など。太平洋では、南日本、韓国、オーストラリア、ロードハウ島でも見られる。東、太平洋では、ココス諸島、ガラパゴス諸島からしか、 報告例がないが、分布域が中央アメリカ本土に達している可能性もある。丸く分厚い胎盤、白黒のブチが特徴。胎盤は丸くて分厚く、長さより幅の方が広い。目の後方には目より大きな噴水口がある。ビッシュビラは短くて幅広く、胞円は細かく縁取られる。口は幅広くて、こう描き、口角にはわずかに溝がある。 工程には7個の乳頭突起が並び、最も外側の一体は小さく、他から離れる。歯列数は、上顎で3746、下顎で3945。歯は小さく、歯間を横切る深い溝がある。密に敷き詰められており、平たい表面を構成している。腹器は小さく短い。尾は比較的短く、体盤幅を超えない。 上面には一本の巨子状の棘がある。尾の付け根は幅広いが、棘より後方は急速に細くなる。尻びれは尾の先端まで続く。台盤頭の背面はまばらで細かい棘で一様に覆われる。全長46センチメートルを超えた頃から、小中線上に鋭い突起の列が発達し始める。生態ではさらにその横に一列ずつ突起が発達し、 合計3列となる。背面は茶紫のかった、灰色、体盤縁には白い筋や反転がある。トゲより後ろの尾は黒い。覆面は乳白色で縁は黒く、反転がある。妖体は生体より体色が明瞭である。かなり大きな鋭であり、体幅1.8メートル、全長3.3メートル、体重150キログラムに達する。 1841年、ドイツの生物学者、ヨハネス・ペーター・ミューラーとヤーコップ・ヘンレが、モーリシャスさんの2個体の新タイプを用いて、シスタマティッシュ・ベシュリー・ワング・デア・プラジェスタマンの中で記載した。パタートリガネリカとする説もある。また、暫定的な形態学的研究からは、同族のタエニューラ・リーマが新大陸のオトメイ族に禁煙とされた一方、本種は赤エイ インド太平洋産の乙女遺族と近縁であるという結果が得られた。オーストラリアでは多種と共にブルレイと呼ばれることもある。日中は休息する。艇性である。1から500メートルの水深に生息するが、通常は水深20から60メートルの水深に生息する。ラグーンや岩礁近くの猿規定を好み、河口に侵入することもある。夜行性で、日中は、 洞窟や岩棚の下で休息している。群れを作ることもある。他の大型エイのように、アジやスギなどの魚を引き連れていることがよくある。餌は、定生の貝類、甲殻類、小魚などである。節時時は、胎盤の縁を砂に押し付け、噴水口から吸い込んだ水を口から吹き出すことで砂を掘る。天敵はサメイルカなど、危険が迫るとを振り上げて、トゲを前方に向け、 前後に波打たせることで威嚇する。寄生虫としては、単焦類のダジーベトウトリマスピナッサム、デンドローミノカータリーピピンナニオンティブデラガーナーイエヌ、タイワネンシスセンチューのイクアイナセファラスオーバー,アーストリキー、などが知られる。生活史はよくわかっていない。他の赤い衣類と同じように、無体版性体制で、胎児は初期には卵黄、後期には母体から分泌される。 子宮乳によって育つ。ラニーニャ現象の後のココス諸島では繁殖のための数百匹の群れが観察される。この時には一匹のメスを多数のオスが追いかける。産子数は7以下。出生時の体盤幅は33から35センチメートル。南アフリカ沖では夏に出産が行われる。メスは生後15年で成熟する。モルディブで撮影。 ダイビングでの観察対象となる。食用とされることもあり、肉や軟骨が利用される。攻撃的ではなく、ダイバーに近づいたり、調べるような行動を取ることもある。だが、刺激すると王の毒とトゲを突き刺すことがあり、エイにまたがろうとしたダイバーが刺されて死亡した事例がある。オーストラリアやモルディブなどでは、保護区がダイビングの観光資源となっている。飼育は難しいとされる。 本種を対象とした漁業及び、エビ類や、そこ生欧用のトロール網による根格などにより、生息数が減少し、特に東南アジアで漁獲圧が高いとされる。繁殖力の低さ、農業排水などの影響による、産後礁の減少などの要因から高い漁獲圧には耐えられない。広範囲にわたって、商業漁業、遊漁の影響を受けているが、特に商業漁業が激しいのは、 インドネシア水域である。南アフリカ沖のタイでは、エビのトロール漁で昆格されるが、特に利用はされていない。大きさと引きの強さから釣り人には人気があるが、南アフリカでは1日に1人当たり1匹という制限を設けており、スピアフィッシングは許可していない。オーストラリア水域では、軽度懸念とされている。エビのトロール漁で捕獲されているが、死亡率は、 ウミガメ除去装置が義務化されたことで低下している。モルディブでは観光資源の保護を目的として1995年に輸出を禁止。1996年には川の輸出も禁止された。ありがとうございます。